問一答的に覚えていくの向いてなくて、あなるほど、ですから来て格闘して、格闘して早稲田国語してっていう。ハローでは始まりました、モテツチャンネルです。オクラさんにおいでいただきました。お願いします。オクラです。はい、オクラさんのチャンネル大人気の早慶チャンネルですから一応早稲田生なんですけど、早稲田生、そうですね、慶応の要素も入れてってくださいもう毎回出てもらわないといけなくなる、ね、国語日本史もやりましたもんね。そうですね、国語日本史、まあ、日本史は最後にまあ詰め込んだらいいっていうのがあって、ひたすら日本史は何で詰め込みました。え、それこそでも本当に学校で配られてた問題集を初めはそればっかりやったりとか、学校で配られてたやつとか、あと学校の定期テストとか、今までずっと残してたやつがあるんで、定期テストって全部の範囲がしっかり聞くところあるじゃないですか、なのでそれを復習に使ってたり、結構だからもともとあるものとかを使って基礎固めて、その後にはまあ実力をつける日本史百題とかちょっと難しいのに入っていって、最後一問一答みたいな。最後一問一答、私はなんか一問一答的に覚えていくの向いてなくて、自分には合わないなと思ったので、もっと他の参考書でいっぱい勉強した後に、その一問一答やることによってちゃんと覚えてるか覚えてないかがすぐ分かっていったんで、金谷さんのやつですか。そうです、そうです、おなじみのおなじみのやつですね、はい、あれやっときゃいいかなって最後にはでもあれほとんど全部覚えきるぐらいになったので、いけたっていう感じです。でも完璧、本番は本番来たって感じでした。もう知ってる知ってる本番、いや確かどうだったんでしょう、どうだったんでしょう、ちょっと記憶が英語はできた。そうですね、まあ、普段通り、うん、まあ、合ってるか合ってないか分かんないけど、自分の納得する答えはちょっと戦えた、うん、なるほど、ね、そのレベルでしたね。あ、しっかり戦えた、読めた最後まで。でも私の時の教育って全部過去問は5問中5問とも長文だったんですけど、はいはい、1問目が文法問題に変わって、はい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 、ありましたね、本当に焦りました。してなくて対策を、ずっと長文だけをやってきたんでマジかと思ったんですけど、とりあえず飛ばした。あ、飛ばしたんですね。まず飛ばします。初め解こうと思ったんですけど、なんか狂ったら嫌だなと思って、で周りも焦ってるはずや、そうそうそう、ね、みんな焦ってるからとりあえず長文絶対解けるとこ解いて、あとは最後にやろうって感じで一問やったっていうのだけ覚えてますね。国語でもそうか、文受けてるか、漢文もやったんです、ね、はい、漢文もやってました。教育も古典と漢文の融合問題とかも結構出たので、漢文もちゃんと対策してたので、原文は、原文は最後あの格闘する、現代文と格闘するとかを最後にやって、はいはいはい、あ、お勧めしてる人多いですね。ちょっとオーバーワークかなみたいな声もあったんですけど、うん、私はそれをやって、早稲田の国語やって過去問みたいな感じでした。その前は別にどこに名前、その前は現代文のアクセス、あ、アクセスね、をやりました。有名ですね、アクセスから来て格闘して、格闘して早稲田国語してっていう。ああ、なるほど。で、古文は何、古文は、まあ、基礎的なものは学校のとかでやった後に、演習としては有名私大古文演習した後に難関私大古文演習して、で早稲田の国語って感じですか。おお、すごい、やっぱり今の参考書って感じですね。あ、本当ですか、はい、まあ、私は分かんないんですけどどれがあれか、やっぱり、まあ、今のスタンダードたちです。で、漢文は、漢文は漢文早覚え速答法、はい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 、有名ですね、やっぱりだけですね。あれ、まあ、結構基礎的な部分だと思うんですけど、うん、それ以外の対策で言うとセンターで何問も解くじゃないですか、うんうん、漢文、はいはい、多分それで、ね、まあ、どんどん力ついていったり、早稲田でちょっと難しくても覚えとかないといけない事項はそんな難しいことじゃなかったので、うん、しっかり対応していけば使った参考書としてはあれ一冊です。すごいですね。いやー、もうじゃあバッチリやったわけですね。なんか武田塾のルートみたいな感じですね。あー、でもそれに似てるとか全然言われましたね。なんか結構バラバラで調べたりとかしたんですけど、まあ最近になっても見させていただくようになって、うん、ありがとうございましたっていう。いやー、これは今のやってきたやり方っていうのが分かるから参考になると思いますよ。え、嬉しいです。あの、やっぱり昔のね人たちがこうやってやってたって聞いても、今参考書違うしみたいないっぱいありますけど、やっぱりどんどん時代とともに移り変わっていく、変わってきます。もうスタンダードも変わっていくので、うん、これはお役立ちだったんじゃないでしょうか。ぜひですね、オクラさんのチャンネル貼ってありますので。なんでオクラなんですか。オクラは、初めこんな伸びると思ってなくて、はい、好きな野菜がオクラなのでオクラにしました、はい、みんなもオクラを食べて、あの、免疫力つけてください。ゼミどうするんですか。ゼミその興味あるの、これ今までね多少英語のなんか授業あったわけですね。って、まあ、ほとんど英語系なんですけど、それで文学楽しそうだなとか
あ、私の興味の中でいくと文学系とかではなく、なんか第二言語習得系が一番興味あるかなとか、はいはいはい、自分にも関係あるし、うん、自分は第二言語として習得したい身であるので、うん、まあ、文学をこうやって読んでいくとか、あとはなんか英語史とかそっち系よりは習得系に興味があるなっていうので考えてます。でもあとはなんかやっぱり先生が大事ってみんな言うんで、はい、そことの兼ね合いで。それは楽に単位が取れるとかですか？楽しくと言いますか、感じですかね。楽しくできるところがいいなという。そうですね、セカンドランゲージ系がいいなって。おお、なるほど。じゃあそういう感じで早稲田やっていくわけですね。でもこのままずっとリモートだったらね、大学生活。そうなんですよね。来年とか本当にどうなるか分かんないですし。どうなっちゃうんでしょうね。まあ、一番かわいそうなのはでも1年生っていうのは分かってるので、でね、うん、また来年になると私のことを知ってくれた視聴者の方が入ってきてくれるわけじゃないですか。うん、そうですね、なので会いたいなっていうのがすごいあります。キャンパスお互い、はい、そう、私も通っていろんな人通って、クラちゃん見たよって言ってくれる方に会いたいなっていうのはめちゃめちゃあります。誰も会ったことないのでまだ。そうですね、はい、就職は？就職とかもまだ1年後とかに考え出すから全然分かんなくて、うんうん、自分が半年後1年後どうなってるかももう未知数だなって思って、うんうん、何やってるかも分かんないなと思ってるんで全然考えてはないです。もう本当にね、 YouTuber だけ YouTuber ってなってるかもしれないですね。なんかもっと別のチャンネルとかはやってるかもしれないです。分かんないです。本当に今はもう受験のことばっかりやってるし、うん、これからもまあ受験を軸に絶対やっていくと思うので、うん、この今のチャンネル自体でなんかそれこそ可愛いメイクみたいな、うん、はいはい、そういう路線変更しないですかって結構言われるんですけど、はいはい、そうですね、絶対来ますよね、それは、うんうん、それは考えてないですね、うんうん、ちゃんと役に立つものとか自分の考えとかを発信していきたいなっていうふうに思ってます。別チャンネルでもねやっててもおかしくないですね、メイク。一応なんかサブちゃんみたいなのあって、はい、たまになんか上げてたりしたんですけど、もうほんとサブサブ、サブすぎるサブなんで、サブすぎるってあの寒いの方ですか、サブすサブサブサブすぎる。なんかもっとそれこそ大学生の日常どんな感じなんですかとか聞かれたりするんで、まあ、今は別にずっと家ですよとかしか言えないですけど、始まったらそういう生活とかやってもいいのかなって。あ、なんかよくありますね、ルーティーンやってくださいとかって、はい、やっぱそっちの方が行くじゃないですか、はい、だからやりたい、本当はそういうのやりたいんですけど、本物のすっぴんで出るんですか。そうですね、サブちゃんとか全然晒してます、ね、あ、そのすっぴんを見たい方は全然登録者いないです。サブチャンネルの方はあれ、その玉ねぎとかきゅうりとか、いや、オクラです。サブチャンネルもオクラなんですか。オクラです。ちゃんともう私がもうオクラになっちゃってるので、オクラちゃんって言われるじゃないですか、はいはい、急にちょっと玉ねぎちゃんとか言われても困っちゃうんでサブチャンネルもオクラしかないんですか。チャンネルオクラ、なんだったっけ、自分のチャンネル、オクラのちょオクラのオクラ入り、いいですねそれ。オクラになったやつそっち回すありです。それでオクラのなんか日常チャンネルかなんか、大学生オクラ、自分のなのにこんな感じ、なんでしたっけ、多分2000人くらいなんですよ。でもまだ、あ、でもまあそれでもう荒稼ぎですね。収益化まだなってないですよ。あ、そうなんですか。本数全然満ちてない。あ、そうなんですね、時間が、はい、オクラって調べても出てこないんじゃないかなくらいの。あった、出ましたよ。あ、女子大生の日常オクラチャンネルでした。そうでしたね、自分のやつ忘れちゃってる。あ、でももう収益化されますよ、これだったら。え、はい、もうまだまだでした、多分前見た時に。でももうこれこれとかは全部すっぴんですね。へぇ、ストリーム1回やればもういきますよ。あ、そうですね、これライブなんか、うん、私の本当の方、はいはい、普通の方で勉強ライブやった時ってすごい荒れちゃって、はい、ああ、勉強ライブ荒れます。なんか荒れて、こっちでやった時に本当にまあファンの子だけがいるみたいな感じで、うん、はい、静かに、ね、平和にできたんですね、うん、それが良かったなっていう。勉強ライブ、ライブ、みんなライブやって時間稼いで収益化ですか。あ、そうなんですか。あとはちゃんとモデレーターつけとけば、モデレーター、ああ、チャンネルの誰も、そうそう、ライブそれを、そうそう、管理してくれる人つけないと、うん、勉強ライブしたらほったらかしになっちゃったら荒れちゃうんで、モデレーター、へえ、モデレーター絶対必要。ああ、わかりました。いつもモデレーターいないとぐっちゃぐちゃにされちゃいますもん。そういうの全然何も分からずにやっちゃって、ちょっと反省でした。勉強系は治安が悪いです、非常に治安が悪いです。まあまあ分かって TV を見れば分かるあそこは。じゃあこれからお客さんが YouTuber に少しでも追いつけるように頑張って追いかけます。いや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 、とんでもない、とんでもない、とんでもないです。もう抜かれますから。いや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 、半分以下ですよ全然。これからも応援して皆さん見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 ありがとうございます。